ユニークな看板を見ていきたいと思います。まずはこれですね。立候補者の看板なんですかね。大輔。こんな人いるんですかと思うんですが、調べたところ、どうやらこの大輔さん、タレントらしいですね。で、議員秘書でもあるそうです。なので芸名ですね。本名ではないということで、さすがにね、こんな名字ないでしょうし、わざわざこういう名前つける親もいないと思うんで、芸名らしいんですが、ちょっと一見びっくりする名前です。次はこれですね。アシカのショー。明日のジョーのオマージュなんですが、もう完全にアシカのボディが人間、明日のジョーの体になってます。一応ね、尻尾も股の間から生えてるというところで、アシカをね、保っているポスターです。次はこれですね。生きるためには人間も襲う、熊出没注意。熊が言ってないですね、これは。自分を熊だと思い込んだカピバラが人間も襲うと言ってます。なので、ね、野生のカピバラにはね、注意しましょう。人間も襲ってくるそうなので。次はこれですね。注意、H マンが出るそう。H マンって何者なんだと思うんですが、おそらく痴漢する人なんですかね。俗称 H マンが出るので気をつけましょう。次はこれです。火のないところに煙る人、火の用心って書いてますね。こっちも何者なんですかね。H マンと似たようなもの感じますが、俗称ですね。放火魔ですかね、こっちは。次はこれです。足元注意危険滑るなんですが、つまずいただけで上半身下半身分断される。これは相当危険なんで、足元必ず確認して歩かなければいけないですね、これは。物につまずいたら死にます。次はこれですね。不法投棄者を見つけ、通報し、抽選で沖縄旅行に行こう。通報するには車のナンバーあるいは携帯で写真を撮ろうということで、不法投棄者を見つけるキャンペーンですね、これは。こんなポップにしていいんですかね。まあでもこれで沖縄旅行が抽選で当たるんなら、不法投棄者見つける促進にもなるのかなといったキャンペーンですね。次はこれですね。キャッチ&リリース。釣った魚は戻しましょう。ブラックバスブルーギルは抹殺してください。釣った魚を戻すのにブラックバスブルーギルに対しては容赦なく殺せという看板です。まあ外来種で繁殖してしまいますからね。もう手遅れの可能性もあるんですが、こういう風に地道なね、活動がブラックバスブルーギルの繁殖を抑えていくので、もうブラックバスブルーギルを釣った際は迷わず抹殺しましょう。次はこれですね。いないバー。バーの名前をちょっとダジャレっぽくしたバーですね。もう店員いるのかいないのかわかんないんですけど。まあいないバーなんでいるんでしょうね。次もバーですね。ババアおばちゃん本舗。もうこれはね、かなり年上の女性が相手してくれそうなバーですね。ババアおばちゃん本舗です。熟女好きの方は行ってみてはいかがでしょうか。次は今北産業ですね。本当にあった今北産業。あの有名な今北産業が本当にあった。もうなんか会社説明会とかも簡潔に産業で教えてくれそうな会社です。次はベンチなんですが、座ると始まりますと書いてますね。何が始まるんですかね。このベンチもしかしたらアトラクションなんですかね。座ったら動き出すみたいな。何が始まるのかわかりませんが、座ると始まるベンチ。見つけたらね、ぜひ座ってみてください。きっと何も始まらないと思います。次は旅館の予約の名前ですね。歓迎、勇者ご一行。もう旅をしている勇者ご一行が宿に泊まりに来ている。おそらくセーブを書きに来ているんでしょうね。まあ確かにこんな名前で予約できる時点でもう勇者ですね、この人は。勇者ご一行が宿に来るという予約者です。次は当店で使用している魚すべて死ぬまで生きていました。これもね、難しいですね。死ぬまで生きていた。それはすべての生き物に当てはまるんじゃないかと思うんですが、このお店で使っている魚はすべてね、死ぬまで生きていたというね、鮮度抜群と言いたかったんでしょうが、ちょっとよくわからない文章になっています。次は交通事故撲滅の標語ですかね。あはははは、死ぬな死ぬなよおじいちゃん。狂気じみてますね、これは。誰が考えたんだというところから始まり、道路標語係もなんでこれを採用したんだという気の狂った標語なんですが、まあ高齢者の事故が多いんですかね。それをかけて、あはは、死ぬな死ぬなよおじいちゃんです。これはちょっと怖いですね。次はこれですね。スーパーですかね。本日の一生のお願い、キャベツを買ってください。本日の一生のお願いってことは、こいつ毎日一生のお願いしてる嫌われるタイプのやつですね。で、明日の一生のお願いはレタスを買ってくださいですというね。明日の一生のお願いを予告までしているズーズーしさ、もうそれは一生のお願いじゃないんですけどね。早くそのことに気づいてほしい画像です。次はこれですね。イエスキリストは就職先を与える、はい、来ましたね。ニートに嬉しい。信じる者は救われる。信じる者は就職できるですね。もうリクナビマイナビを使うよりもイエスキリストを信じることにより就職先を与えてもらうというね、新たな就職活動をする時代に入ったのかもしれないです。
次はマクドナルドの看板なんですが、右方向 3.2 キロ、上方向 1.3 キロと書いてるんですが、違う面にもマクドナルドの看板で、右500メートル、上 3.2 キロ、左 1.3 キロという、もう直進しようが右折左折しようが、どっち行ってもマクドナルドに到着するという、もうマクドナルド包囲網ができてますね。次はこれですね。シーシェパード大歓迎、クジラ。うまいクジラ赤身入荷しました。もうシーシェパードと戦う意識を前面に出した看板ですね。もうこれ見たらシーシェパードは激怒ですね。シーシェパードに喧嘩を売りまくったクジラ料理を出す店の看板です。ちょっとね、気の狂った看板でした。以上です。